こんにちは、藤田です。今回はまずは初めて実感してほしい TikTok の反応という話をしていきたいと思います。以前も TikTok 集客のおすすめをしたのですが、まだ始めてない人にですね TikTok の、反応ですね実感していただきたいんですね。 TikTok 集客始めたいけど動画撮るのめんどくさいっていうのをですね想像できます。またですね顔出しが嫌っていう人がいることもですね分かってます。そんな人にはですね、画像を組み合わせて作るスライドショーとですね、自動音声を使った方法もあります。はい、今回の動画でお伝えする内容です。TikTok が来ていることを改めて実感。動画撮るのが面倒でも方法がある。見切り発車できる人が結果を出せる。こういった順番でお伝えしていきます。この動画でお伝えしているリンク先などの情報は動画の説明欄に貼り付けてあります。このタイミングでチャンネル登録しておいてもらいますと、後から探しやすいかと思います。私のことをご存じない方多いと思います。簡単に自己紹介させてください。サクッと 1.5 倍速15秒ぐらいでお伝えしますので見てください。藤田博と申します。ウェブ集客コンサルタントをやっています。大学卒業後15年ほどシステムエンジニアとしてサラリーマンをやっていました。脱サラ独立してフリーのコンサルタントとして15年ほどやってくれております。現在は顧問契約とオンライン講座をサービスとして提供しています。よろしくお願いします。はい、 TikTok が来ていることを改めて実感ということで、以前もお伝えしましたが TikTok が集客メディアとして使えます。改めて質問ですが、あなたの TikTok へのイメージはどんな感じでしょうか？若い子が踊っている動画とか、若者しか使ってないから他の SNS のように集客には使えない。もしですね、このようなイメージをお持ちでしたらですね、それは完全な間違いです。このことをですね、私はですね、今ですね、私がですね、身にしみじて感じてます。そしてですね、TikTok をですね、どの世代をターゲットにしていてもですね、集客につながることがですね、分かってきました。もう私自身が最初から半信半疑でですね、TikTok を使い始めたんですけど、もういわゆるクリック率っていうですね、反応がですね、素晴らしくいいんですね。はっきり言って今、バブルだと思います。インターネットのメディアにはですね、常にバブル状態のメディアがあるって言われてるんですけど、今は間違いなく TikTok がそれに当たると思います。はい、動画撮るのが面倒でも方法があるっていうことで、使い方ですけど言うまでもなく顔出しの動画がベストです。そして撮影はですね、縦撮りですね。作るコンテンツはですね、もうこれはもう全てに共通してるんですけど、あなたのビジネスの見込み客のためにのお役立ちコンテンツですね。もうこれは共通、どのメディアを使う場合も共通です。ブログであれ、ツイッターであれ、Facebook であれ、何でも一緒です。で、TikTok の場合はですね、顔出しが嫌とかですね、まあそれ以前に動画撮るのがめんどくさいっていう方もですね、今はチャンスあるんですね。静止画の組み合わせで作ったスライドショーでも投稿できるんですよ。で、この方法ならですね、写真が数枚あれば OK です。しかもですね、こんなもんでもアクセスが稼げます。静止画の場合のはですね、音声どうするかって話なんですけど、これもですね、テキスト読み上げ機能っていうのがあるんですね。ですから、自分で話す必要はありません。ただ、TikTok 自体の静止画で、スライドショーを作る機能があるんですけど、それを使った場合はですね、この読み上げ機能が使えないので、そこでですね、あらかじめ、スライドショーだけはですね、アプリなんかを使って動画として作っておいて、それをアップして、それにですね、テキスト読み上げ機能を組み合わせるといいです。ここがポイントです。それとですね、忘れずにやることはですね、目的、集客ですから、アクセスして興味を持ってくれた方のためにですね、プロフィール情報を強化しておきます。そのためにはですね、ビジネスアカウントが必要になりますので、それを取得してですね、プロフィール情報を充実させておきます。またですね、ビジネスアカウントを取得すると、自分の投稿へのアクセス内容の分析も可能になるんです。はい、見切り発車できる人が結果を出すということで、TikTok のいい点はですね、とにかく投稿すれば100回程度ですね、確実に表示されることです。そしてですね、投稿した動画に価値を感じてもらえれば、すぐに軽くバズります。またですね、下手な投稿を続けていても、YouTube のようにですね、評価がですね、下がることがないんですね。何度投稿しても TikTok の場合は、その投稿から、ゼロからですね、評価をしてくれます。つまり、見切り発車で投稿して失敗をずっと続けていてもですね、あなたのアカウントがですね、悪く評価されることがないんですね。
過去ですね、 YouTube なんかで、チャンネルの低評価を取られてですね、動画が伸びなかった人はですね、過去の失敗経験から万全な準備をしてからですね、試したくなると思うんですけど、 TikTok の場合はそういった準備が必要ないんです。つまり恐れずに行動できるフットワークが軽い人がですね、 TikTok では確実に結果を出せると思います。それとですね、 TikTok は広告が反応がいいです。まあ、広告なんで有料なんですけど、他の SNS の広告に比べてですね、クリック率が抜群にいいです。そして今はですね、コスパ最高の状態です。もちろんですね、無料でできる投稿だけでも十分に集客には使えると思うんですけど、ビジネスでやってらっしゃるんであればですね、試しに広告もですね、試してみる価値あると思います。広告使った方がですね、集客に特化した機能がいろいろありますから、効率よくですね、集客できる可能性が高まるからです。以上、つまりこういうことです。 TikTok を使った集客をやるならですね、間違いなく今です。はい、今回は以上です。今回の内容お役に立ったようでしたら、グッドボタンいただけると嬉しいです。またですね、よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。